はい、こんにちは、皆さん。これからはハンバーグ作ります。So, ito po ang ating ingredients. Ground pork and beef, no? Mix, naka-mix na po to. Isang itlog. Tsaka tofu. Kumuriko kawari ni tofu. Salt and pepper. Kunting shoyu. Sukushi. みりん、これをソース作りましょう。時間待つでよくブクブクにしてブクブクというかちょっと私の語変かもしれない。で、アスパラ、ミニトマトを入れて蓋しましょう。で、コーンスターチと片栗粉と水用意しました。これをソースのため作ります。グラテンを作りましょうね。盛り合わせにしましょう。自分の好きなを自由に盛り合わせね。ミニトマトと美味しいし、アスパラとよく合うですね。ハンバーグも一番合うと思います。とても安い材料、どこでも入れることがあります。で、このミカタソースを少しお砂糖小さじ1杯こんな感じのせて、で、これからは片栗粉のミントにかけてで、これを出来上がりで汁ごま入れましょう。テキストにどのくらいか一気に、ね、このくらいでいいのかな。で、細いネギとオーバーですね、トッピングしましょう。この上に入れて、で、綺麗じゃないですか。で、3人分ですね。3人家族だから。で、おろし大根。わあ、おいしそう。おいしそうですね。で、それからソースを盛り合わせ。トッピングしますね。これが私のセンスでいいかな。わー、食べたくて、早く食べたくて、おいしそうだわ。これが出来上がりです。じゃあいただきましょうね。
ただきます。